ライトニングは、アップルが開発した独自、コンピュータバスおよび電源コネクタを使用したデータ伝送技術である。iPhone や iPad、iPod Touch のようなアップルの携帯機器端末と、ホストコンピュータや外部モニター、カメラ、USB バッテリー充電器、その他の周辺機器を接続するために使用される。30ピンでなく8ピンを用いているため、 ライトニングは30ピンドックコネクタよりもかなり小型であり、どちらの向きでも挿すことができる。しかしアダプタを使わない限り、以前のコネクタのために設計されたケーブルや周辺機器とは互換性がない。ライトニングコネクタは2012年9月12日に30ピンドックコネクタの後継企画として発表された。互換性のある最初の機器は iPhone の iPod Touch。 iPad, iPad mini が2012年10月にライトニング機器として加わった。以降は Apple の主要な iOS デバイスに搭載されていたが2018年に発表された iPad Pro 11インチ及び12.9インチモデルに USB Type-C が採用されたのをはじめとしてライトニング非搭載の製品も発表されている。2012年11月25日、Apple は ハーレー・ダビッドソンからヨーロッパにおけるライトニングの商標を取得した。2015年9月9日、アップルは iPad Pro と Apple Pencil を発表した。Apple Pencil は充電および iPad とのペアリングにライトニングコネクタを採用している。2015年10月13日、Apple はマジックマウスにマジックキーボード、マジックトラックパッド2を発売した。 これらの製品は充電および Mac とのペアリングにライトニングコネクタを採用している。Apple Lightning、USB ケーブルライトニングはデジタル信号を伝送する8ピンコネクタである。無方向性であり、上下どちらの向きでも機器に挿入することができる。Apple はライトニングコネクタを30ピン、USB、HDMI、VGA、SD メモリーカードといった その他のインターフェースに使うことができるようにする様々なアダプタを提供している。ライトニングマイナス30ピンアダプタは30ピンが利用できるシグナルの一部しかサポートしていない。公式ライトニングコネクタは認証チップを含んでおり、サードパーティー製造業者が Apple による承認なしに互換アクセサリーを製造することを難しくしている。このか、ライトニングからマイクロ USB、 SD カード、HDMI 等の多規格に変換するアダプタが Apple から販売されているほか、サードパーティーから Apple の Muffy 認証を取得した充電ケーブルや USB メモリ、イヤホンなどのアクセサリーが多数販売されている。Apple は、公にはマイクロ USB について論じてはいないが、業界観測筋は Lightning が、ライトニングケーブルの Apple MFI チップのライセンス料や、 どちらの向きでも機器に挿入できるユーザーの利便性、機器を充電できるだけでなく、機器からアクセサリーに電力を供給できるといった、いくつかの利点のために使われたと考えている。別売りの USB On The Go を使うことで、USB 機器でも同じことができる。2013年12月、USB3.0 プロモーターグループは、新たな USB Type-C 規格を告知した。 USB Type-C の重要な特徴は、ライトニングの多くの特性と似ている。ありがとうございます。